今回はジャガイモとちくわの煮っころがしの作り方を紹介します。芋だけではちょっと物足りないのでちくわをプラスして作りました。甘辛い味付けでご飯のお供にも最適ですよ。それでは作っていきましょう。材料は小芋18個を皮をむいて水にさらしておきます。斜めにカットしたちくわ5本、生姜のかき切りスライス10枚です。鍋に大さじ1のごま油を入れます。よくなじませるように油を全体に広げたら水気を切ったじゃがいもを入れ炒めていきます。生姜も入れます。だいたい1分くらい炒めていき、じゃがいもの表面に油をコーティングしていきます。焦げないようによく混ぜながら強火で炒めていきます。じゃがいもにうっすらと焼き目がついてきたら鍋肌から酒を大さじ2入れます。醤油大さじ2も同じようにして入れていきます。水を 200cc 入れます。砂糖を小さじ1入れます。みりんを大さじ2入れます。ちくわも入れ煮ていきます。オイスターソースを大さじ1入れます。このまま強火で1分くらい煮ていきます。煮物は弱火でコトコト煮ていくのに対して煮っころがしは強火で芋を炒めるような感じで調理します。1分くらいしたら中火くらいまで落として煮ていきます。鍋を揺らしながら転がすようにして煮ていきます。3分くらい煮たら汁が少なくなってくるのでよく混ぜながら煮絡めていくようにしていきます。煮詰まってきたら弱火にして煮汁を絡めるようにして炒め合わせます。箸を刺してみて芋の火の通りを確認します。箸が完全に通れば OK です。最後に軽く転がすように炒めれば完成です。皿に盛り付けます。これで芋とちくわの煮っころがしの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。
最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。